お電話ありがとうございます。いい女カスタマーサポートセンター佐藤がお受けいたします。先日は、はい、そうですね、 YouTube の方にコメントありがとうございました。はい、あ、そうですね、 YouTube の方に書かれていた内容についてですかね。私の胸が最近大きくなって目のやり場に困る的な感じでしたよね。はい、あ、ありがとうございます。あのね、あのジャグラーも頑張ってたんですけど胸の方が気になったみたいで、あ、そうですか、さようでございますか。でこちらクレームでは、あ、クレームではないですね、よかったですね。はい、お褒めの言葉ということでよろしいでしょうか。はい、そうですね、まああの、まあ、おそらく考えられることとしたら、まあ、そのようになった可能性があるとしたら、まあ、ワクチンの副反応、まあ、主に左が出て2回目打つとき右にやってみたものの、右は思ったようにちょっとサイズが上がらず副反応ではなかったんじゃないか説もあるんですけれども、まあ、きっと副反応ではなかろうかと思います。あ、はい、あ、ご納得いただけましたでしょうか。よかったです。あの、これからも引き続きあのコメント含めよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。佐藤がお受けいたしました。ということで、今日は長くやりました、佐藤まさみの目指せパチスロいい女の時間でございます。さあ、毎回ですね、衣装テーマを決めてやってるんですけども、最初に言いましたからね、本日はカスタマーサポートセンターのお電話の人ですざっくり言いました。ただですね、全国に、まあ、世界を合わせると20億人ぐらいいらっしゃる佐藤マニアの方だったらわかると思うんですけど、この衣装見覚えないですか。バスガイドさんの時のやつを帽子外して、手袋を外してやってきました。捨てる気だったんです、これ本当年末の大掃除に向けてなんですけど、まあ、いつか着るかなと思って突っ込んでた結果ですよね。ちょっとこの何とも言えない、もうこれアイロンしても伸びなかったんですよまあだから、まあ、でもね、あのリサイクルしてこれが終わったら、まあ、破棄もしくはですね、プレゼントをしたいと思いますのでぜひ最後までご覧いただけたらと思います。さあ、将軍下赤塚店さん、ジャグラーで勝ってますし、バイオで勝ってるんですよ。行きましょう、勝ちましょう。もう11月、10月、11月、12月、あと3ヶ月勝ち続ければ勝率多分だいぶ取り戻せると思うんですよ、まあ、なので頑張ろうと思います。さあ、フォースシーズン目標11,111 いいね、残り1,800いいねぐらいです。ぜひですね、チャンネル登録だけじゃなくていいね、そしてコメントもよろしくお願いいたします。頑張ります。こちらですね、マサムネ3、まあ、ちょっと打ちながら、なぜ、まあ、この台ちょっと敷居を高めよう、なぜこの台にしたかというと、まあ、本当はやっぱその将軍下赤塚店さんといえばジャグラーなので、ジャグラー行きたかった。しかもファンキー、おー、あるある、ファンキージャグラーとか行きたかったんですけど、まあ、あの抽選が悪くて取れなかった。ちょっと朝一発狙える台行こうかなと。多分先月入ってたっぽいんですよ、マサムネ3なので、まあ、入ってる可能性は高くはないだろうなと思ってます。先月が新台入れ替えだったので、この台がで、ちょっとその打つ前にお隣さんが何の子役かは分からないんですけど、まあ、チャンスゾーンに行ってたので、それがもしね、スイカとかからだったらあるのかもしれないと思えるところですよね。クレームいただかないようにやっぱしないといけないんで、まあ、こちらとしては丁寧に対応するに、まあ、つきますけど、なめだタイル取られたらそれ私だって、それはカスタマーサポートセンターの人間といっても人間ですから、切れ返そうと思ってます。それでいうと私テレアポかのバイトしてたことある。大学生の時かな、
多分合法だと思うんですけど、あ、高校生の時だ、合法だと思うんですけど、その電話して、なんかよくわからない大丈夫かな、よくわからないリストに一から電話して、教材いかがですかっていう電話やってました。はい、でダメと、でもう一回やり直しですわ。今日のプランはこれである程度獲得してパンキー空いてたら行くけど、パンキー空いてなくてもジャグラーに行く。ジャグラーで味しめたんですよ私は。なんかあんなに疲れずに収録を終えることができるんだなって。なんかコメントでね、まさみちゃんあんなに一個一個リアクション取ってたら疲れちゃうよって来たけどみたいなことを書いてくださった方いたんですけど、疲れなかったですよ。ジャグラー、まあ、いつものに比べたら。この辺でチャンスゾーンに行ってくれたら設定差がだいぶある。6でも多分 10% ぐらいだったんで、そもそもそんな行かな。あ、行った。もうこれはありがたいやつ。ここで決めていいよ。行こう行こう行こう、せめて子役。いた、いいよ、いいよいいよいいよ。350無理だと思う人いると思うんですけど、350でも行くとき行くんですよ全然。サスケが出てきてくれれば嬉しい。あー、終わったです。あれない、しゃーなし。ただスイカから行ってくれるのはありがたい。いないよね、だってこれ参戦してないんじゃなかったっけ。あ、いいかも。あ、今なんか出たよな。あ、あるかも。いいよ、いいよ。ボタン、ビリビリ。いや、弱いが、いった。よっしゃ、あ、よっしゃ、ありがとうございます。はい、はい、あ、当たりでございます。417ゲーム、投資が1万1000円です。今のボイス的にはあんまり強くないけれども。まずは、レベルを。パーセンテージお願いします。お客様50超えてください。よし、お客さんもっといってください。お客、まあまあまあ50じゃないので優しいお客様です。超えて、あー、3位の悪です。しゃーなし、しゃーなし、楽しませてくれよ。あれ、いやー、せめて真ん中。おっしゃ、あれあれ、クルーカスタマーサポートセンターです。すいません、よし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 、一線突破。どなた、電話の向こうはあなたか。うーん、2個、あ、いいお客様しか電話の向こうにいない。これは大丈夫です、安心して。ありがとうございます。え、いや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 、あるでしょ。ダメです、そんな電話。え、嘘だと言って、偶数設定した。ちょっと今のもらったじゃん。あれ本当に終了ですか。あれですよ、その今の
まあ、2人目のサスケさんに関しては、まあ、何されたかっていうとすごい電話の対応も良くて私としてもすごいお客さんに喜んでいただけたと思ったのに後ほど送られてくるアンケートに最悪って答えてきた人です電話に出た佐藤最悪でしたみたいな書くような人だよしいやもうこれでねじ込もう 25% 取りましたね100、270誰あるかな色がここでさっき惜しかったあしかも気持ちいいボタンあるけど弱いいったよし67ゲーム投資1万1000円のままです持ちメダルで2回目のお客様こらえてくださいこらえてこらえてくださいまだこらえてください許してください許して許してずっと 60% まだ分からないいやそうだない4否定か2否定か4否定なのってことはでグースしさが出てるから、まあ、2か6それは素直に取ればお客一応超えた530カスタマーセンター佐藤がお受けしますよし OK うちの機械にはですねなんと 100% っていうのもございますのでぜひそちらをダメだってばうわーこれは厳しいその電話越しのお客様はねちょっとそのしつこいですね長めとりあえず4枚目ですよしよみんなダメになれえ嘘でしょいやマジかなあよし837ゲーム投資が4万2000円80以上でお願いしますもう控えめに言って80以上いや80以上お願いこらえてください許してくこれだろう60以上選ばれない頑張ろう我が忍術ちょっと待ってお願いします耐えられるかなまだあるかも何大きいよいしょ頑張れますよし頑張ろうあこれで書き返しないどうなの8分の1 8分の1あと待ってボイス聞かせてほしいかセリフ見たいからあーブーテンパンですけれどもはたらいててよかったこのカスタマーセンターでついに長いことクレームを言ってたこのお客様納得してくれました約10時からだから11、12、3時間これからもいいようなカスタマーセンターよろしくお願いしますやっとさせたまたここでこれはどう無駄引きなのかしらそうここが私好きなんですよ無駄にね
2回やらせるの必要ないでしょ、1個前のやつ。えいっ、長かった、長い道のりでした。いい音。さあ、もう通ってる道は乾燥しかないんで、先生どうぞ勝負じゃっていう言葉ですよ。キノコ役、はい、50%。最初はでもそのあれもあるので、OK、似た、お、普通に、OK、あー、やっと来た、やっと楽しい時間。でちょっとここからはもう私の作戦なんですけど、乾燥させるためにはもう何個か頑張らなきゃいけないところがあるんですけど、そのちょっと偉いところを引くこと以外で言うんだったら、まずこの最初この左側の方の6戦戦う、6戦勝つことと、あとは外れを出して秀吉ポイントを貯めていくことなんですけど、ハズレが連チャンすればするだけ、今1個しか出てないけど溜まるポイントが高いんですよ。だからもう今みたいなダメね、できるだけハズレばっかりって、2、 OK、 悪くない、キノコ役で 50%、 OK、 あー、これ欲しいってことはリプレイ引くか、もしくはカットイン出したカットインを外すか、どっちか。いや、リプ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 、33%、弱いかも。チャンスって言ってくれたの、いって、もう一回いった、どっちか取って、どっちか取ったよね今多分。よっしゃ、リープ取れなかったんだ。いやーいやーいやー、やっぱよしよし、カットインさえ出てくれればカットインが外れてもいける。はい、よし、負けてたまるかっていうセリフが大好きなんですよ。負けるかとか負けぬとか必ず勝つとかじゃなくて、負けてたまるかっていう、そのなんかこの意地みたいなのがちょっと私の心をくすぐるんですよね、これが。行くかな、行かない、ずっと2のだからいいやつが選ばれる。青の子役で33、三日月目は厳しいので青でいく、こう。俺が流れを変える頼りにしておる。ピンチなんですけど、残り1ゲーム、でここからはですね、悪魔の6択です。でもレア引けばリール、レア引けばリール、3212312312312313、こんなものはね、早くないですか、楽しい時間。外れました、外れた、321でした。ちょっと嫌です、現実受け止められないです、どうしたらいいですか。
2000円の親子丼で卵丼でした。ちょっといただきますね。めっちゃ久しぶりに卵丼、美味しい。昼から帰ってきまして、まあその後まで見てちょっと違う政宗移動しようかなと思ってたんですけど、朝一そのすぐ入って1500万円ぐらい獲得して辞められた方がいらっしゃってたので、ただ帰ってきたらそこに座ってらっしゃってたので、もうこの台と心中する。さあ、ちょっとこれチャンスでダメだったら移動するぐらいの覚悟でいきましょう。今1回出ましたね。よし510、いい女カスタマーセンター。よし121ゲームに、チャンス目 25% から通しましたね。よかった、お願いしますこれもない。いや、そうだろうな。よし5枚目、おお、これもあったでしょ。750、大丈夫？あ、びっくりした。私も60、正直に言います、 60% じゃ怖いので、ちょっといい方で。お困りだと思うんですけど、全部それパーセンテージが上だったら納得いく対決する問題なんです。バカー、通してきた通してきた。私がなんで政宗が好きだったかって通せるから、 50% でもいけるから。ああ、そう来ると思いました。あなた我が剣術見守って思い知れない、はい、その刀で天下を取るのか。ここで楽しまず、よし、オッケー、よし、さすがにこれは、しかもこここれは大丈夫、オッケー、よし。こんなところで負けるか、いい言葉。どうかな、雪村様の肩にも覚悟しんや政宗。次ある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 、全然ある。よし、バッチャー、キャラクター無視してきます。よかった、2回目です。さっき300枚ぐらいしか行かなかったので、お客様が求めてるものに応えるサポートですから、カスタマーサポート。よし、あ、残り2162枚ってことは完走すればいけますねオッケー、青か三日月目か黄色を引こうってやつです。本当にここからは集中する力、10ゲームに全てがこもってるんで、お願い、これでいって、嘘でしょ、今日は続かない。よっしゃ、来た、チャンス目来い。スイカで何パーセントで確か何出ます、出ない、うわ、全然違ったわ、312でした。
一応その通ったら1000枚ぐらいは獲得できるよっていう噂なんですけどね、この台もらってて、よっしゃ、OK、 47,000円投資。さあこのボーナス決めよう。もう信じます。ストレートに行きましょう。いく、信じよう。笑けてきた。もう戻ってきて、マジか。しかもあれもないんですよね。あー、三日月めれちゃった。あんなに大好きだった政宗を私は嫌いになりそうですわ。悪あがきしていいですか。隣移動します。生産しました。あといくらか、ちょっとだけ、もうちょっとだけ粘ってみます。もうここまで突っ込んでるんで私。さあ本日まさかの3代目政宗33台移動して3台とも政宗スリーで、まあ、なぜこの台にしたのかっていうと、もう3台ある政宗の中で一番天井に近かったっていうのです。まあ、あとは、まあ、今日の中ではこの台が一番出てた、前任者の方が出されてた。ご無事じゃろうかっておっしゃってますけど、無事じゃないです。無事かどうかで言ったら全然無事じゃないんですけど、まあ、なんとか息絶えてます。息絶えてる。まさかの、いきますよ、6枚目。もうその有力感達成しようが完走しようが取り返すことはできないんです、一撃じゃ。ただまあ、ちょっと何かしらもうちょっとしないと帰れないんじゃないかっていう自分の中でのあれと、ちょっとでも取り返して帰るぞっていう気持ち。あれ、私お金を土偶に捨ててます。なんか50まで やろうと思ってたんですけど、全然ナビが言ってくれんですわ。ナビよ、よしか。さあ、ちょ、笑っちゃう。あ、今もう今のナビ出ても50天井行ってるんで、ナビ通りに打たなくて大丈夫です。あのナビ無視して打つとベルが揃うんで、そっち取った方が賢いです。50超えてしまったらこれですね。これも今更、これが52とかなっても次に繰り越されないんで、だったらベル取った方がいい。ここから、ここから、ラストチャンス。投資家ですね。もういくらでしょうね。もうこれにかけるしかないですね。いきます。もうお願いします。もう冗談抜きで、うー、誰だ。頑張ろう、もう頑張ろう。もう泣いても笑っても、あ、嫌な、嫌なセリフ。わしにとっては木の枝どうぜ食べられるかの。真ん中、よし、大きいの来い。よし、 OK。 おー、気づいて、この後ですね。よし、よし、それはチャンス目じゃない。よし、これは取った可能性ある。
本当はですね収録がちょうど終わる時間なんですけども粘りました。あとはどれだけ回収できるかですね。負けは確定なんですよ。もうその仮に完走したところで投手分返ってこないんですけど、けども左の1台目最高枚数300ちょっとぐらい、2台目もう300ちょっとぐらい、もう許さないからねこの台。いやかっこいいよ、え、かっこいいよ、初めて見た。うわかっこいい、あーかっこいい、こんなゆっくり見てる場合じゃないんだけども、分回さないといけない時間帯なんだけど、ごめんなさい見とく。ガリュー、え天が晴れ流、ガリュー天晴れ、天晴れが さあ起死回生いくぞ。頼む、たどり着いたよ。もうそのカスタマーセンターがどうのコードが分かんなくなるぐらいこちらはボロボロだぞ。よし続きますように。はい、三日月目、あーまた三日月目、ちょっと厳しい。あ、でもあるオッケー、よし、それはもう一個来るかも、来ない。あー三日月目ばっかり来る、厳しい、もうここで決めたい。よし、これはさすがに OK。 怖かったドキュメントですよこれは。そのギリアラサーが、アラサ、いや間違えました、あ、私さっき 朝方高校卒業して5年しか経ってないって話してた。危ない危ない、諦めない心をお届けする番組ですから。佐藤雅美の目指せパティスロー、いい女、この波線、諦めないこと大事っていう。いやー、あと5、これは取った、何かしら50%あって、50%取っといた、マジか。残り2ゲームです。もうちょっと待って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 、話が違う。ラスト、え、ちょっと待って信じられない、カットイン、いった、何かしらあったのかな、怖かった。1、うわー三日月目ばっかり来る、よしこれでいけ、ご無事じゃろ、緑、赤、オッケー、よし三日月目、あー、うわー青のクラック、よし、あーカットイン外れでいい。そしたらよし来た、かけ50、足す50、100枚、OK、
子選手、あ、行くかも、いや行くかも、これはもらった、よっしゃ、あります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 、これ大事、今からですね、いいシーンですよ、プチュンってなるんで、10ゲーム以内、あーいいね、おい、行きます、プチュンしたら嬉しいやつ、行きます、せーの、よし、気持ちいい、ここうまいこと噛み合わせることができたら本当に有力感可能性ありますから、色まで上がった、さあプチュンするよ、お願い、あーお願い、よし、来るのでポイントが頭、うん、にゃ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 、ここのあれですね、ロック戦勝ったので大事、赤色、あ欲しい、これ欲しい、サラダンス欲しい、三日月目か、ということで三日月目を取らないとどの道きついっていう、うわーカットイン、この一騎打ち、ラスト1ゲーム、嘘でしょ、電車調べた途端に、待って諦めないで、来た、強者だったらいいけど着地、行きますわ、もうダメじゃんか、ということで、あっ当たってた、2312は当たってた、あですね、私の方から何のキャラクターなの、私の方から、結果発表ですね、投資2773枚、久々に行きましたね、勇気のある投資っちゃ勇気のある投資ですし、そのまあまあそうですね、プラスに考えれば勇気のある投資です、回収779枚ということで、マイナス1994枚、だからまあお昼よりかはプラスにして帰ってる感じですかね、その枚数的には、だからまあ結果勝ちですか3人同じ男を狙ったみたいな感じですよね、ほぼ A 君 B 君 C 君ほぼ同じだから、兄弟狙って全員ダメだったみたいな感じでいいのかな、うん、まあこんな日もあると思いきやこんな日が多いんですよ、で将軍島赤塚店さんがですね最近勝ち出してたから、ちょっとまあいけるかなって調子に乗ってたのもあります、残り2回今年はありますけど、まあ、全部勝てるようにちょっとちゃんと手堅くツッコミはなんとかなるっていう考えを一回捨ててやろうと思いますので、ぜひですねお疲れ様とか大
変だね、すごいボロボロになってないとか、そういうのも含めていいネットですね、コメントで応援していただければと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。いつもいいねやコメントをしてくださる皆様ありがとうございます。皆様のねいいねとコメントが私の活力でございます。私もですね、自分の YouTube チャンネルのアカウントからたまにあのいいねやらコメントやらさせていただいてますので、よかったらですねぜひぜひ書き込んでいただけたらと思います。優しいコメントお待ちしてます。